必死です。はい、番長のやめどくとしては今最適だと思うので、とりあえずスロットやめます。で、まだまだね、あの前回までの負債取り戻したいんで、ここでパチンコ行きたいと思います。おお、ジーザスクライスト、ハッハッ、悪霊のことだけを考えるどうも、ジャンバリドット DB の留吉です。毎度毎度コメントありがとうございます。次回収録日は3月の25日、秘書たちの収録第5戦目ですかね、を行います。で、それに際して、1週間前の3月18日に、毎度のごとく、僕の書きました短編小説を僕のブログの方でアップしますので、引き続きまたコメントをください。今回330件かな集まったんで、ぜひそれぐらいまたいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。必死です。はい、当たった、マジかよ、マジかよ、マジかよ。これ格変いくんですかね、図柄ドローやし。図柄ドローは多分いきますよね。総投資まだ1万500。よっしゃよっしゃよっしゃ、格変やねこれ。ここからが勝負だ。格変やね、絶対格変やね。第1、なんか出た、なんか出た、なんか出た、主人公こんなもん絶対当てやろ。絶対当てやろ、こんなん。リーチ、剣道さん、そう、頼ま、当たれ当たれ当たれ、けよ主人公やろ、ダンチダンチ、よっしゃよっしゃ。おそらくこれ転落はないんでしょう、多分。ダンチバッカやろ、くっそ、この継続でしょ、継続、うん、おい主人公保有やろ、当たれよ、赤、赤いってんだ、赤、コンビバトルなんか熱そうよ、さっきさっきより。ランチの幸せな家庭を引き裂いた、こんなもん絶対打つでしょ、こんなもん。ネズ夫婦と対峙する徹夜、ストーリー入ってるやん、ストーリー、市場を捨てることができるのか。くそ、流れは俺に来てるはずなんだ。落ち着け団地、団地、落ち着け団地、市場を捨てて冷静に場を見るのか団地。あかん、もうこんな普通の普通の夫婦に負けたか。大変野郎やな、ダンチ、ダンチこの野郎、はじめに出てから徹夜保留が一切、赤赤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 、このショツ3点、これはこれはこれは、ほら、ほら見ろ。
これは一体、あ、てかもう音鳴ってましたよね、うん、これは嬉しい、うん、微妙にバイブしてるっていうね、うん、なんかほんまに手がしびれてたら感じひんぐらいのバイブでした。いやーよかった、絶対偉い方でしょこれ3やし。いやー100ハマった回があった、めっちゃ回ってる、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、もう脳が焼ける。いやーあーだっす、でかい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 、いや危なかったもん、どっちにどっちに転ぶかわからへん勝負やった、危なかった、え？ダブル100万ボーナス？ホリューレンじゃないですか？ホリューレンか？やったぜ、あ、すいません、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、いやー素晴らしいタイミングで声をかけていただいた、ホリューレンですよね、なってきたこの微妙なバイブが、あらっす、昇格してよ、昇格しよう、あ、昇格しよう、昇格しよう、あ、ボタンとか押させてくれへんのね、あ、やったぜ、いやーでかい、あーでかい、あーでかい、でかい、長い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 、字が赤いよ、字が、リーチ、え、この人強い人や、インナミってめっちゃ強い人じゃん、うわ嫌な予感がする、ケチャリーチかけろってリーチ、よっしゃ、セーフ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 、勝って前へ、哲也主人公やろ、主人公、頼むってば、よっしゃやりました、危なかった危なかった、インナミは危なかった、インナミは危なかったけど勝った、けど勝った、ああ勝った、あとは昇格しよう、昇格、あ、昇格せえへんのね、またバッカ、ああなんということでしょう、こんなことがあるんですか、え、ちょっとでもここで前回前々回、過去3回の
7000枚弱まくりたいっすね。まあまあ可能性あるからね。ああ、マックスなんでね。赤字はまた来た、また来た、また来た。7です。弱そうやけど、あんた星1はもろたんちゃうか。星1はよっしゃ、よっしゃ。 あとはどっちだ、あとはどっちだ。変われ変われ変われ、来いよ来いよ。なんでしょう、突然。えらい難しい。え？え？もっと詳しくね、文章で言ってほしいですよね。いやでもよかった。200、おい、いやよかった、ありがたい。あかん、これも何かしら当たったってやつでしょ。おー、始めようか。あ、どうす、これはもう多分あれでしょ、確定。ありがとうございます。で、7やからまだ2000。すごないっすか、 50%、 49% 考えですよ、振り分け6発全部。すごっ。あー、デイジー、あー、なんか危ないし、危ないし、すいません、危ない気がする。ほら、一発目はもう、あかん、あかん、あかん。あかん、なんかさっきワクワクとかやったもん。わかるね。うわ、やばい気するな。うわ、全然分からへん。
び復活。あ、やだ、まだ潜伏の可能性があるんですね。抜けたら終わりでいいんですかね。潜伏なし。ああ、まだ多分時間の回数もいろいろあるでしょうね。ああ、なるほどね。また3。してたんかな。潜伏してたんかな。ああ、ビコビコならへん、また行かれだ。朝だ。万人の今日で終わりだな。敗北。まあ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 、こんだけ続いたら仕方がないでしょう。え、こんな復活いらんと思うんですよ。別に。初で3。ボタンの色は白。おお、また潜伏してたんすか。潜伏すっきゃな、もうびっくりするわ。潜伏すっきゃな、もうほんまに。あ、今獲得表示が2万発超えましたね。素晴らしい。おお、見抜きやがった、珍しい。
珍しく見抜くことあるんすね、これ。びっくりした。何？反撃開始だ。あ、ランクアップボーナス的な。なるほど、ここで終わりっていうことですね。了解了解了解。次は俺に来てる。当たるやん、あんな。すごいなあ、マジかよ、どうなってんの、ちょっと怖いわ。なんか怖い、ここまで来たら。今度強いわ。コンビ復活モード突入。これですか、鉄さん。終わりましたね。はい。で、まあ持ちメダルが。まあ、実際16連チャンくらいしたんですかね、まあ、獲得も3万発超えたんで、ここで実戦も終了したいと思います。必死です。はい、実戦終了いたしました。早速結果の方を言いたいと思います。まあ、コイン換算に変えて合計本日9476枚で、投資が525枚なんで、3枚はまあ約9000枚ということでして、過去3戦分の負債を見事に取り返し、なおかつプラス2000枚ほどになりましたよ。どうですか皆さん、前回言ってた通りでしょ、下振れしてたもんが跳ね返ってきたんですよ。はい、それもね、これもね、僕何2月の3日かな、節分祭行って2年ぶりにお守り買い替えたんですね。完全にそれです。はい、立ち回りも間違ってなかったし、はい、でその下振れに下振れてたところがこう上に跳ね返ってきたと、うん、そういうことですね。皆さんもお守りを買い替えましょう。で本日の握手、そう握手ですよ。たくさんの方に来ていただきました。もう皆様の応援の力がもう僕の右手に宿り、こういう結果を読んだわけです。来ていただいた人数実に19人、新記録です。どうですか、どうですか。はい、もう誤算も誤算でしょ。誤算ですね。はっきり言って、まあちょっと先渡しますね。はい、19人なんで、はいはい、9500円、9500円でですよ、はい、今日のそのブログのギャラ21,000円でしょ。はい、いやこんな素晴らしい、もうパチンコパチスロってやっぱ面白いね。まあ何よりパチンコの破壊力を、ね、目の当たりにしましたね。ちょっとやっぱり強烈ですね。やっぱり、うん、行くべき時はマックス、うん、ですね、ですね。今日の格言、はい、行くべき時はマックスへ、はい、はい、というわけでね。はい、あの必勝パチ第4戦ね終了いたしました。もうほんまに
ちょっと最後おちゃらけてしまいましたけども、ほんまにツイッターとか、お越しくださった方、いつも言ってますけども、遠くから応援してくださってる方、もう皆様の応援がね、こういう形でようやく実を結びました。ほんまに皆様のコメントが無駄にならず、とても良かったと。もうそっちの方が僕は嬉しいです、このプラスの枚数よりね。はい、ですので今後ともまたぜひともコメント、そして握手の方よろしくお願いします。で、小説の方なんですけども、もうコメント度外視で読んでいただけたらすごい嬉しいので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。それではまた、残り2戦ですか。残り2戦ですね。2戦ですね、はい、あと2戦頑張りますので、皆様最後までどうぞお付き合いください。今日はどうもありがとうございました。